農家や水固め薄め ケーブルが10番目の業務スーパーでね、このね、ジバニャン色のね、デルモンテ野菜ジュースを買いました。ジバニャン色です。トマトはジバニャン色です。そう。まあ、いくつか種類あったんですけどね、俺様これにしました。なぜならね、21種類の野菜が入ってるって書いてあったからね。そう、21種類。リーブ21の21だからね。はい。なんかね、あそこでね、クレーン車がなんかやってます。あのクレーン車は、ジャイアン色でなんか持ち上げてますね。あのなんか重そうなやつをジバニャンのガラス玉の上にね、落としてガシャンって割ってほしいですね。はい、夕方です。16号沿いのね、ロジャーズっていう、あの、庶民の味方スーパー。ここは見沼店ってとこですかね。買い物しました。ロッテのカリンのど飴、カリンババアですね。トンデブーリンのね、カリンババアを思い出しますね。と、あれですね、ファイヤー。ほんとあったかいのが良かったんですけど、常温しかありませんでした。ボーボーですね、ファイヤー、ボーボー。ネジバニャンの腹向きも、ファイヤーでボーボーしたいです。で、ツヤ用の、じゃがりこの猫、ね、じゃがバターですね。北海道産バターです。でね、これね、おつやカンパニーのね、これベビースターラーメン、このおつやカンパニーも赤い地盤のものなんですけど、神戸牛すき焼き味って書いてあるんですけど、そう、これね、ちょっとね、49円でした。ちょっと安かったんで、どんなものなのかなと思ってね、ちょっと買ってみました。後でこれ食べてみようと思います。はい、それでは。はい、8時56分、横浜スパフィールズ龍泉寺の湯に来ました。はい、龍泉寺の湯のバスです。この注意の、これが地盤のようです。ここは立体駐車場です。ほら、おしっこ用です。はい、あの店内入り口の矢印が地盤屋のようです。はい、ここはね、あれですね、横浜のあの住宅街にあります。ね、ちょっと高くなってる高台にあるとこですね。はい。展示ブロックはおしっこ用です。これもおしっこ用です。はい、このビックリマークの三角もおしっこ色です。はい、館内に禁煙の文字が地盤にあるのです。横浜スパシリーズ龍泉寺の湯水地盤にあるの肉玉ラーメンです。はい、なんかね、脳みそみたいなね、模様です。ね、なんか肉まんにも見えますね。はい、この横須賀タイラーっていうのをね、買いました。地盤にあるんです。はい、龍泉寺の湯をね、出ました。今、時刻は、夜の0時半くらいですね。なんかね、露天風呂のテレビでね、鬼滅の刃がやってて、ちょっと見てたんですけどね、内容なんだか全くわかりませんでした。あそこのなんか、あの、鉄塔がね、地盤屋のライト照らししてます。はい。ブーボー、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 ボー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 燃やす。